天野さん、こんにちは。プラチナカードのインビテーション届きましたか？おめでとうございます。最近ですね、このアメックスのプラチナカードのインビテーションが乱発されてるんですよね。どうしたのかなとも思うんですけども、どうも営業マンに聞くと結構ノルマがきついと。13万のプラチナカードをもうとにかくですね、金融事故の起きてない方、起きてる方はどっちでもいいんで、どんどん送れみたいな指示が来ているということもあるんですよ。これ全員じゃないと思いますけどね。各言う私もまだ、状態、金融の信用情報としては悪いはずなんですけども、プラチナカードのインビテーションが来てですね、で、申し込もうかなと思って、申し込み書と契約書をちょっと取り寄せたんですよ。そうすると特典、天野さんが言われたようにいっぱいありました。ところがですね、現在私ね、アメックスのプラチナカードみたいなものを使ってるんですよ。それはですね、セゾンプラチナカード、アメリカンエクスプレスなんですよね。セゾンがカードがアメリカンエクスプレスのブランドを借りて、アメックスカードを出してるんですよね。セゾンなんですけども、それがあってね、それをね、私ね、法人作った時に、なんか作ったんですよ。で、簡単に審査もほとんどなくて通って、それを未だに使ってるんですけども、これ年会費2万円と。で、調べるとアメックスプラチナとセゾンプラチナとほとんど得点が一緒なんですね。どこが違うのか分からないぐらい一緒なんですよ。で、金額だけ高いんですよ。で、私がね、これはアメックスカード、オリジナルのアメックスのプラチナの特典だなと思うのが2つあります。1つはね、カードがチタン製で、コンコンとスチールなんですよ。鉄なんですよ。だから、壊れないですね。壊れない。すごいなと思います。かっこいいですね。これが1つ。もう1つはですね、アップグレード、ブラックへのアップグレードがあるんですよ。ブラックになると36万だったから、年会費。で、プラチナカードを私が聞くところによると、ブラックカードを持ってる直接の知り合いがいますんで、その方が言うには、はっきりは分かんないし人によるけども、年間1000万円以上を3年以上使うとインビテーションが届くんじゃないかと言われているから、使っていたと。そうするとインビテーションが来たとフェラーリを買ったら一発だみたいなことね、言ってましたけども、で、今その方はブラックカードを持っていますね。ブラックカードっていうのは、日本に5000人しか会員が許されてなくって、誰かが退会するかもしくはなくなるかで枠が1個空くと1人の人に対してインビテーションが届くらしいんですよね。でも話戻しますけども、アメックスのプラチナカードすごく憧れるんですけども、私はセゾンのプラチナカードで十分元を取るようなサービスを使わせてもらってますね。コンシェルジュも早いですしね、対応がすごくいいと思います。ですから天野さん、もしね、プラチナカードをアメックスでお考えだったら、13万高いなと思うようでしたら、セゾンのね、プラチナとかいかがですかね。アメックスのプラチナと多分ね、ほぼ一緒のサービスだと思います。ただブラックカードへのインビテーションはありません、こちらの方はで、私ブラックカードを作ろうと思ってるのは JCB でブラックカードを作ろうと思ってるんで、アメックスのブラックカードもかっこいいんですけども、 JCB 年間費5万円だったかな、こちらの方でブラックカードを私は狙います。50歳になるまでに作れればなと思ってますよね。それではですね、天野さんのアメックスプラチナカードからインビテーションが届いたという動画説明欄に貼っておきますので、天野さん以外の方はそちらをご覧ください。それではまた送ってください。天野さん、よかったですね。でもね。